ゴールデンジュビリーとは重要な出来事の50周年記念日のこと。また、それを祝賀して開催される祝典。英語圏での呼び名だが50年の節目の祝典は世界各地で行われる。イギリスと英連邦王国では君主の治世50年を記念してゴールデンジュビリーの祝典が開催された。そのうち国王ジョージ三世は実際に 即位50周年となる1810年に先立ち、1809年10月25日に祝賀された。詳細は、ビクトリア女王の在位50周年記念式典を参照1887年にイギリスと大英帝国はビクトリア女王のゴールデンジュビリーを祝した。ビクトリア女王は1887年6月20日に即位50周年を迎え、 50名のヨーロッパの王族を招いて祝縁を催した。この時女王が気づくことはできなかったのだが、感謝の礼拝に臨席中の女王をウェストミンスター人ごと吹き飛ばすというアイルランドの共和主義者らによる暗殺計画があった。当時、ビクトリア女王は非常に人気のある君主であった。詳細はエリザベス2世の在位50周年記念式典を 参章1952年に即位した女王エリザベス2世は在位50年記念となる2002年にゴールデンジュビリーを祝賀された。タイでは国王の在位50年を祝う式典があった。タイの言葉ではカンチャナピセイクという。タイの歴史において初めて挙行されたのはプーミポン・アドゥンヤデート国王の在位50年記念式典であった。 1946年に大いに就いた国王ラーマ9世は1996年6月9日に在位50年を記念して祝賀された。タイの君主としてその在位期間は歴代最長であった。世界最大の霧小倉付きのダイヤモンドザ・ゴールデン・ジュビリーがタイの実業家に購入され国王の大官50周年記念として献上された。現在、このダイヤモンドは 太陽室が装飾品として所有している。1996年にバンハーン・シラパー・アーチャー首相とタイ国民は国王の即位50周年を数日にわたって盛大に祝賀した。日本では御在位50年記念と称して天皇の在位50年を祝した。唯一の例は1976年11月10日に御在位50年記念式典が挙行された。 昭和天皇である、昭和天皇のご在位50年記念事業の一環として、国営昭和記念公演が開設された、建国50周年記念を表すシンガポール50のロゴ、ありがとうございます。